西山が裏で手回しして、タイソン黙らせたって言ってたけど、何か圧力かけられたんですか？え、何もかけられてないですよ。西山が裏で手回しして、タイソン黙らせた。それ逆じゃない？それ多分逆だと思うけど。その言ってる意味は多分逆ですよ。まあ別に俺は手回ししてないけど、西山が黙らされたんですよ。うん。調子こいてったら。あいつ嘘ばっかっすね。喧嘩弱いし。誰のこと言ってんだ。ああ、西山か。ああ。嘘ばっかでしょ、だって。てめえが追い込みかけられたんじゃないの？わかんないけど。ちょっと待って。あの、丸顔シャクラさん。久保しこしこは西山が俺のことを語れない圧力をかけたと言ってましたが、西山が俺のことを語らないように圧力かけたと言ってますか？ねえ、それは久保が言ってたの？あ、大丈夫。まあ、それを答えて。西山が久保を実現するようにしたんですか？その通りだよ。その通りだよ。それは間違いないよ。ただ、久保が言ってたのかどうか教えてくれ、それは。ちゃんとしっかり俺も動いてるから、そこはね。あ、ちょっと待って、山さん、先ほどの体操の話は、所沢ライブで西山は、俺のこと言えないように、西山に圧力かけたって言ったんだと思います。俺に圧力をかけたって言ってんの？西山は俺のこと言えないように、西山に圧力かけたって言った。ちょっと意味わかんないんだけど、俺圧力かけられてないし、それは何？あいつが俺に圧力をかけたって言ってんの？いや、言ってないと思うんですよ。それポンパーだと思う、それ。絶対。言ってないと思うよ。そんなこと言ってねえから。逆にこっちだわ、それやったの。だったら今から連絡取ってやろうか、その人に。もう数日前だって。それが昨日の話だったらちょっと話変わってくるね。様子が変わってくるね。昨日の話とか今日の話だったら様子が変わってくるよ。こっちの出方も変わってくるわね、全く。